ここからですね、はい、かなり、えー、CDP 問題を深掘りしてまいりましたが、ここからはですね、国防問題を深掘りしたいと思います。国防深掘り。NK 国超極音速ミサイル試射に成功と報道。射距離は約1000キロ、試射と言っているのだから、まだ試験段階、これが演習と変われば実戦配備されたことになる。2017年に、 北海道を飛び越した弾道ミサイルはまさに実戦配備され、グアムの米軍基地を狙った、戦争の一歩手前だったというふうに言われていますね。で、国防深掘り、林外相が NK 国の弾道ミサイル発射に対し、抗議を明言せず、しかるべき対応と述べただけ、外相失格、こういう時こそ対面による日米首脳会談が必要だが、岸田首相が、忌避されできない。一体どうするつもりか、岸田さんというふうに言われていますね。これ本当日本、 かなりりやばいい状況とうのをちょっと改めて自覚すする必要ありますよ、ね、で国防深掘り岸防衛省北朝鮮を強く非難する11日に弾道ミサイルを発射というふうに言われていますね岸防衛大臣は強く非難するというように言われていますね岸氏は安保理決議違反であり強く非難すると述べた日本政府として北京の 大使館ルートで北朝鮮に抗議したとい,うというふうに言われております。岸田首相は、あ超極音速ミサイルに対して遺憾砲だけ発射、みたいな感じで言われてまネットて、ネットで話題になっていましたが、岸防衛省は強く非難するというふうにおっしゃったようですね。で、こちら、国防深堀。北朝鮮の超極音速ミサイル、日本はどう備えるか。佐藤正久議員、迎撃よりは抑止という敵,敵基地攻撃能力というふうに言われたようですね。で、こちら、国防深堀。東京新聞が社説で、 北朝鮮と向け合うためには日韓関係改善が急務。関係改善さ,れさせたければ韓国は約束を守れと社説にしたらというふうにここでは書かれていますねなんかすごい結論なんで,で書かれてたんですよね東京新聞の社説でなんか仲良く日韓仲良くせないみたいな感じで言われてますけどもそういう結論に持っていくんかいみたいな感じであのツッコミがありましたねでここからここからですねここから自民党関連深掘りをしたいと思います自民深掘り ゴミも増えたし、万引きも増えた。見直す必要があるのではというふうに言われています。レジ袋禁止にしたら、むしろゴミが一気に増えた理由というふうに記事を引用して、平井浩二さんがこのようにおっしゃってますね。はい。なんかこの、ね、あの、小泉グレタ新次郎議員関連みたいな感じなので、この心で紹介させていただきました。で、自民深掘り。JNN、JNN 世論調査。 で、えー、この中でですね、岸田内閣を支持できるという人は、先月の調査から2.7ポイント上昇し 66.、66.7%でした。一方、支持できないという人は、先月と変わらず29%でした。支持率は政権発足時、3ヶ月連続で上昇していますというふうに言われていまして、えー、こちらの TBS の方でも上がっているということですね。で、自民、深堀、岸田総、岸田内閣支持、7ポイント上がり57、57%不支持、 20%世論調査というふうに言われていまして支持率は上がってるようですね。なんかすごい大丈夫、なんか逆に大丈夫かなって感じになりますね。で、こちら、自民深掘り各党の支持率は NHK 世論調査。自民党が41.1%、立憲民主党がーセ5.4%、公明党が2.8%、日本維新の会が5.8%、国民民主が1.0%、共産党が2.6%というふうになっておりまして、 えー、自民党が上が上っていますよねで立憲民主党がめちゃくちゃ3.3%下がってまして維新もマイナス1.5なんですがもう立民を追い越しちゃってますね、はい、やっと第一党みたいな感じになってますねこの数字だけ見れば。で、えー、自民深掘りこの件について加藤さんがこのようにおっしゃってます。 NHK の政党支持率で自民党が41.1%に対し、立憲は5.4%しかなく、すでに維新の5.8%に抜かれている。このままではおそらく参院選は野党第一党の座は逆転する。立憲にその危機感あるとはとても思えないというふうに言われていますね。まあ先ほどの CLP 問題から見ても、確かにそうだなと思いますね。で、自民深堀。加藤さんのツイートです。自民、茂木幹事長が、四国の新選は、 睡眠時間、4時間で新しいものを生み出している。日本の町工場にそういう情熱が必要。日本の町工場の実力をバカにしすぎ、睡眠時間の差が問題なのではない。町工場でどんなに創意工夫しても重要な情報が四国に抜けてしまうスパイ防止法を作る必要があるというふうに、えー、な、なるほどなと、この角度で、えー、言ってくださってなるほどなというふうに思いましたね。で、こちら。 自民深堀、石村さんの出てです。シェイシェイ、茂木幹事長の東大阪市での無知な発言も問題になっているが、自民党執行部と岸田内閣そのものが大きく日本の国益を損ねている。支持率が上がっているのは、いかに反日メディアが実態を報道しないことで岸田政権を支えているからだというふうに言われていますね。反日メディアが実態を報道しないことで岸田政権を支えていると指摘されていらっしゃいますね。で自民深堀、岸田安倍,な安倍会談。 岸田文雄総理が昨夜ですね昨日夜安倍晋三元総理と都内のホテルで約2時間会談関係者によると会談は岸田総理からの呼びかけで弾道ミサイルを相次いで発射している北,北朝鮮や尖閣諸島への交戦侵入を繰り返す四国に加えロシアとの向き合い方などについて安倍氏からアドバイスを受けたというふうに言われていますねこのあリアルに会う時っていうのはいろんな話をされてると思うのでちょっとどんな話だったのかかなり気になりますねで自民深堀。 こちらではですね首相と安倍氏根強い隙間風参院選で連携確認参 k 対中政策財政政策夫婦別姓憲法改正で総意ネット安倍さん支持岸田氏はもういいし心底が見えた高市安倍政権熱望というふうに言われていますねはいね会食解職された11日より解職されたということなんですがこの中では、えー 安倍派パーティーで首相は最大派閥が勢いを増すことは安定という意味で重要だ岸田内閣をど真ん中で支えてくれ大変ありがたいと蜜月をアピールしたというふうにこちらで紹介されているんですが一方外交や経済などで首相と安倍氏の隙間風も目立ってきたというふうに紹介されていらっしゃいますねこの件ちょっとまたぜひメインチャンネルの方でいろんな方に聞きたいなというふうに思いましたねで自民深掘り旧姓の通商使用拡大に取り組む高市早苗政調会長が選択的とはいえ 戸籍法や法民法をいじった場合には日本全体の戸籍制度に影響が出る家族全体同じ氏、えー、を戸籍上残しておく方がいいと考えているというのを持論展開日本を溶かした野党マスコミに立ちはだかる巨大な壁頑張れというふうに、えー、おっしゃってますね応援したいですねこれからも、えー、自民深堀高橋さん苗政調会長 C 国の人権侵害行為を非難する 国会決議17日招集の通常国会で採択を目指す今年が日中国交正常化50周年だからといって何の対応もしないことはありえないネタの反応いいね四国が尖閣を狙ってる時点で正常じゃないわねわなっていうふうに言われていますねはいこの通常国会の採択を目指すというふうに言ってくださってますね高市さん成長会場に頑張ってもらいたいですねでこちら カウタさんのツイートです。BS 富士で高市ん重政調会長が対中避難決議を通常国会冒頭で採択することを目指すと表明。CCP と一体化した公明党の反対で避難という文字も消え、人権侵害との言葉が人権状況に変えられたという骨抜きもの。だがそれでも採択できなければ、日本の国会は四国の支配下にあることを証明する。国民注目というふうに呼びかけてらっしゃいます。で、自民深堀。えー、こちらですね、番組のプライムニュースに。 富士プライムニュースに高井さん苗成長会長出られた時の言葉をたくさん紹介したいと思います。対中人権決議高市早苗国会決議となると成長マターではなく国体マターになる高木国対委員長に対し差配できるのは幹事長なので幹事長が了解しないと絶対にできない昨年はタイミングが悪いとしてダメだったが今は気持ちを切り替えて通常国会の頭に決議ができるよう頑張りたい。どどんどんいきき。ますね。続き ソリマチ氏、やるんだったら、北京五輪より前に出さないと意味がない。高市さんね、そうなんですよ。政調会長として、衆院選で党の公約に人権等をめぐる諸問題について主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めると明記した。これは何としても成し遂げたい。公約だもの絶対に実現して、というふうに言われています。で、こちら、日中関係。ソリマチ氏。 国交正常化50年のポジティブな面と尖閣問題や人権問題のネガティブな面が自民党内でもぶつかると思うがどう裁くのか高市さんね C 国は派遣主義的姿勢を全く改めていない人権問題についても何ら改めていないそんな中で50周年だからと何の対応もしないことはありえないというふうに言われていますねでこちら正直すぎる高市さん先週の岸田総理日本もしたたかに 冷徹な外交をしなければ、それは高橋さんの目からどういった外交か、高橋さんね、うーん、岸田総理の人柄から,から冷徹とかしたたかっていう感じじゃなくて、とてもほんわかしてて優しい方だと思いますし、確かに全然イメージじゃない、というふうに言われていますね。はい、本当にその通りだなと思いますね、なんか。で、こちら、自民深掘り。 これですよね。米国、超極、極秘理に日本の真中スパイ狩り作戦。対象は国会議員や大学や研究機関に所属し、四国に協力する日本人。ネットの反応をどんどんやっちゃってください。っていうふうに言われてますね。この件ですね。これが記事なんですが、米国、極秘理に日本潜伏の真中スパイ狩り、四国に極,極超音速ミサイル技術漏洩か、議員関与なら、 岸田政権は震え上がる事態というふうなことが出てきておりまして、これ相当ですよね。岸田政権発足後初となる日米の2プラス2が先週末テレビ会議方式で開催された。日米両政府は共同発表で軍事的派,派遣拡大を進める四国などを念頭に地域における安定を損なう行動を抑止し、必要であれば対処するために協力すると宣言した。日米同盟の 抑止力や対処力を強化する方針が示されたことは評価できるがジョー・バイデン政権が岸田政権の米中二股外交懸念を払拭したわけではないこうした中北朝鮮は11日朝弾道ミサイルの可能性があるものを日本海に向けて発射したジャーナリストの加賀氏は米国が日本で極秘に始めたスパイ狩りについて報告するというふうに言われているんですよね え、官邸側は盛んに2プラスは大成功だった。岸田政権は日米同盟の強化を内外に示せたと胸を張っている。ただ事実は違う。米国は新中岸田政権にますます不満を強め、高めている。その証拠に米国は日本でスパイ狩りを始めていると。で、外事警察関係者はこう語ったと。いうふうに言われていますね。いやー、これはす、すごい展開。 いじゃないですかちょっとこういう記事が出てくるっていうのはなんかちょっと信じられないというかびっくりしましたねでもね是非進めてもらいたいんですが、まあ、この記事の中でですね、えー、重要な部分がありまして共同文書で超極音速ミサイルへの警戒共同研究が取り上げられた実は米国は極秘で日本国内に作られた C 国に最先端技術を漏洩させるスパイ組織の殲滅に動いているその中で 戦、えー、滅にその中で問題の四国の超極音速ミサイル技術開発に日本の大学や研究機関に所属していた四国人研究者たちが直接関与していた重大疑惑が浮上した彼らと共謀した日本人がいるまた新中議員が関与する団体まで浮上している岸田政権は震え上がる事態になりかねないというふうに紹介されていらっしゃいましてえ、ね、岸田政権も震え上がる事態にな,なると で、これについて皆さんがコメントされていらっしゃいますので、紹介させてください。自民深掘り。山岡さんのツイートです。岸田首相のコウモリ外交は案の定、米中両方を怒らせる愚策だ。超極音速ミサイル開発に日本の技術が使われていたことは間違いない。この際、科学者から政治家まで親中スパイを徹底的に摘発した方がいい。サイレントインベージョンを一気に叩き潰す好機だ。自民党も覚悟して協力せよ。というふうに言われていたり。またこちら、加藤さんのツイートです。 夕刊富士編集局に出ていた先ほどの件ですね、紹介した件なんですが、2プラスは大成功だった岸田政権米中同盟を強化させと胸を張っている。ただ、事実は違うという件ですね。総理や外相が訪米して対面での会談ができないのはまさにアメリカ側の不信感というふうに指摘されていらっしゃいますね。で、こちら。 先ほどの記事を紹介されて、当時日本側の協力なしにはできないことだがあ、当然ですね、当然日本側の協力なしにはできないことだが、アメリカ側はいかに日本から多くの最先端技術が私国に漏れていると睨んでいるかだというふうに言われていますね。で、こちら、平井浩二さんもこのように言われています。この際ですので、工作員を徹底的に摘発するためのスパイ、 取締法を米国からの働きかけで成立させることが国を守ることになりますまずは超極音速核ミサイル実用化に必要なスクラムジェットエンジンや耐熱素材技術を四国に流した日本の学術界の具体的な公明発表や 研究者の指名発表が第一歩でしょうというふうに言われていますね。この件めちゃくちゃね、平井浩二さんも長尾さんもご存知やと思うので、まだ一般では明かせないような、もう永久的に話できないような、あすごい話をたくさん持ってらっしゃると思うんですよね。はい、この件ですね、引き続きどうなるのか展開を見ていきたいと思っております。岸田政権が大きなあ動きになる。 可能性がありますよね、この件はね。はい。また新たな情報がありましたら紹介させていただきますので、お楽しみにしていただけたら幸いでございます。というわけで、ここ先は、メンバーシップとプレミアムメンバーシップ、両方の皆様に向けてのコン,コンテンツになります。レベル1、レベル2、両方の皆様に向けてのコンテンツですね。ここ先のご視聴は、概要欄からご視聴ください。またメインチャンネルとサブチャンネルでは登録は別々になりますので、ご了承ください。いばしょうここまでです。ありがとうございました。 というわけで、他にもたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録、いいね、クリックコメント等、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。最新スタッフティーのつぶやき。というわけで、今日もつぶやきをしてましてあの、今日の演者さんはこんなんですよ、っていうのであったりとか、またちょっとしょうもないことも言ったりしてるんですけど、まあ、その中であの、味噌汁、手作り味噌5トンくださいっていうふうに言ったんですけど、あの私味噌汁めちゃくちゃ好きで、 味噌汁よくないですかあの味噌汁飲むと,と整うんですよね。毎回味噌汁つけたい感じであのガチで味噌汁味噌汁というか手作り味噌5トン欲しいなと思ってるのでぜひ、えー、私にみそ手作り味噌5トン送ってくださいあなたの手でつけたあの作った手でこうぺちゃぺちゃ触って菌を発酵させた手作り味噌くださいというわけで本日はありがとうございましたそれではまた 私の通信の最後はやっぱり面白い動画で終わりたいと思います本日はこちら猫の番組を見せたら一緒に飛んでて可愛かった猫というふうに見てみましょうはいというわけでいかがでしょうかめちゃめちゃ可愛いですね 私もあなたの胸に飛び込みますというわけで本日はありがとうございましたそれではまた